新京成催眠新聞チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。毎年でも良いから、国から100万円の文書交通費をもらいたい、池戸万作です。皆さんももらいたくないですかということで、まあ、国会議員の方はですね、もらうなとか、1ヶ月も無駄だじゃなくて、俺にも年間100万円よこせと言った方が、反緊縮的には正しいんじゃないかなというふうに、思う最近のこの頃です。さてですね、まあ、そんな、ちょっとですね、またこの緊縮的なムードが漂っている世の中には漂ってますが、今回もですね、前回に引き続き、こちらのですね、第22回目のゲストとして、小畑関、慶応緊縮大学の准教授。もうもはや定番だったんで、さらっと慶応緊縮大学って言ってしまいましたけど、の準教授ですね。元財務官僚ですね。はい。で、大学院経営管理研究科、いわゆるビジネススクールの、准教授の方ですね。慶応ますね。はい。の、まあ、こちらの方なんですけど、まあ、非常にこの円高デフレがですね、日本を救うとかですね、もう今日のもいろいろ取り上げていきますけど、まあ、本当にですね、この人、実は東京大学の経済学部の主席っていうのがね、本当に、ちょっと信じられないぐらいですね、なんか、本当、ね、頭、どうしてんのかなっていう感じで、僕はてっきりバカダ大学経済学部の主席じゃないかなっていうぐらいですね、なかなかですね、この経済に対して、非常におバカな発言をしていますので、このあたりも今日注目していただきたいなというふうに思います。はい。で、こちらですね。矢野工事応援団員の、小畑関の、腰貧弱っぷりに反論していく後編ということですね。私、日本で最初に動画上で矢野工事財務次官に反論した、日本で最初に反論した男ですね。おそらく一番古いと思いますので。で、日本経済復活の幹事経済政策アナリストの池戸万作が、本日もお送りしていきたいというふうに思います。はい。で、まぁ、ちょっと最初は前回復習的なところなんですけど、今回取り上げるのはこちらですね。2021年10月16日、東洋経済オンラインの、このままでは国家財政破綻論、破綻の、矢野論文は、99% 正しいと。99% 間違ってないですかって感じですが、いや、100かな。まあいいや。が、1% だけ決定的な間違いがあるという、出る、論文になります。まあ、ここに対する論考ですね。まあ、この前回言ったとおり、矢野論文の主張というより、事実であり、事実じゃねえよって感じですけど、その通りだと思うが、実は 99% しか正しくない。では、間違っている 1% は何か、このままでは財政破綻するのではなく、日本は必ず破綻するのであるというですね。という衝撃的な、コメントをですね、言ってますが、という、まあ、100% 間違っているコメントを乗っけからですね、ぶっ込んでくる小畑氏でしたと。まあ、必ず財政破綻するというんであれば、その期限を設けてくださいと。見て、いつになったら財政破綻するんだよということですね。はい。で、あと、まあ、これもちょっと前回復習ですけど、日本政府は一度も借金を減らしていないと。まあ、理由は7つあって、第一に日本政府は戦後財政が悪化する中で一度も借金を減らしたことがね、1980年代後半のバブル経済期においてすら、借金は増え続けたのであると。もちろん、小泉純一郎政権時も、2013年以降のアベノミクス期にも借金は増え続けた。まあ、ずーっと増え続けてるって言ってますけど、これ別に日本に何も限らずですね。まあ、世界中ほとんどの国で政府の借金は増え続けていますと。政府の借金って言ってしまえば、自国通貨建てであれば、それはもう通貨発行ですから、通貨発行っていうのは、負債に計上されるもんですから、まあ、増え続けるのが当たり前ですということですね。はい。で、ここからが、前回一つだけ取り上げたんですけど、ここから二つ目から、7つ取り上げていきたいというふうに今回は思います。はい。で、景気が良くても借金は増え続けていると。第2に現在の低金利時においてすら赤字が急激に膨らみ続けているのであると。金利が上昇したら借金の増加スピードは増すだろう。景気が良くても低金利でも借金は増え続けてきたのであると言ってますが、まあ、これも前回ちょっと言いました。バブル期においては日本の政府の負債は一時的には実は減っていたので、そこはダウトですよ。間違いでしたよという話ですね。で、民間が負債を拡大すれば政府のですね、負債は、縮小していきます。政府の負債拡大は縮小していきますということですが、こちらですね。まあ、前回のグラフにですね、対前年、前年からの増加率を、あれですね、この赤の、
グラフで示しました。で、翌時がまあ、マイナス10から 25% まで取ったんですけど、この赤線とかは 0% 分ですが、これよりマイナスになっているときは、対前年よりも、負債が減少したときですね。IMF のデータでバブル期の政府負債は減少ということで、唯一下回っているのが1988年の 282.2 兆円に対して、1989年は 281.7 兆円と、まあ、実は 6.5 兆円。減っていたことになりますと。ことなんで、実はやっぱバブルぐらいですね、景気が良くなれば、まあ、増加率はマイナスになることだってあるんだよということですね。政府負債が減ることだって、あるし、まあ、一回だけ減ったということです。ちなみに2006年から2007年かけても、ほぼこの 0% の線上にいますので、この頃はいわゆるアメリカの不動産バブルで、まあ、その効果で日本も発揮していきましたが、まあ、その頃もですね、やっぱ日本の政府総負債っていうのは、かなり、まあ、そんなに増えていないというか、もうほぼゼロに近い増加率だったっていうことですね。まあ、最近もまたこう下がってきましたけれども、上がってきてるわけですが、2018年ですけど、2019年までか、ですけれども、まあ逆にですね、今もう四半期の出ましたけど、GDP がマイナス年率 3% ですか。なので、むしろ今はですね、もう税負債を増やして、まあ、景気浮上させないといけないっていう、感じですね。はい。で、次なんですけれども、これです。少子高齢化で借金返済の条件は悪化ということですね。どうしても借金返済したいみたいですね。第3に今後借金返済の条件は悪くなる一方であると。人口は減り続け、高齢化は進み、さらに、勤労者世帯は減り続けると。高齢者がどんなに働いても、働き盛りの時よりも稼ぐ力が増える人は少数派だということですね。稼ぐ力が落ちちゃったから、もう借金返済できないっていうことなんですけど、まあ、そのですね、そもそも稼ぐ力って、って言ってますけど、じゃあその原資となる、まあ、お給料ですね。となるお金は一体どこからやってくるんですかと、のが想像つかないようですということですね。まあ、政府が支出をすることでですね、結局はそのお金っていうのもですね、こうぐるぐる回って、いくわけですから、お金を供給しないとですね、その稼ぐ力も、身につかないわけです。なんかお前はよくくれくれくじきだっていうふうに僕私言われますけど、いやだってくれ、だからお金クイズが配ってきて僕らが使わないとですね、結局働いても給料上がらないんですよね。だから私は働いて賃金を上げるためのくれくれくじきなわけですね。はい。そういったことでですね、やはりですね、この稼ぐ力を増やすには政府がしっかり支出をする、お金を供給するということが大事ということでした。次はこちらですね。日本の国民所得が100年間は増えないというですね。すごいまたこれも議論ですが、日本の一人当たり所得は増えるとしても、日本全体で所得が増えるのは当面、おそらく100年は難しい。当面どころじゃないだろうっていうし、一石も増えないのかよっていう感じです。もうドラえもん生まれちゃうぞみたいな感じですけども、誕生しちゃうぞみたいな感じですが、もし出生率が上がっても若年層が増えるほどの上昇にはどんな社会の変化があってもすぐには無理である。だから政府収入が増えるのは難しいというふうに言ってますが、なんかですね、この若者が増えないと国民所得や、政府の収入が増えないと思っているようですね。結局ですね、その原資たるですね、政府支出を増やせばですね、まあもしくは消費税減税みたいな形でもいいんですけど、まあ来年にでもですね、日本全体の所得は増えます。だから1年後にちゃんとやれば所得は増えますんで、問題ないですということでした。まあ結局人口がなんか増えないと、この所得が増えないというですね、なんか人口デフレ論みたいなことをですね、やっぱこの人も言ってるっていう感じですかね。増えないと所得が思い込んでるっていうですね。もういったそういったちょっと親切はいい加減やめてもらいたいなというふうに思います。政府が支出すれば、国民所得がちゃんと増えますと。でした。はい。次はこちらですね。増税しなければ税収を増やすのは無理と言ってますね。第4に経済成長が先だというが、たとえ画期的な、成長が実現したとしても、国家財政の収入が 1.5 倍になるには、制度的に増税を実施しなければ無理であると。政府支出は近年で、景気が一番良い時で60兆円程度。赤字がなくなるためには、1.5 倍の収入が必要だと。だが、それは無理だと言ってます。
なんかですね、大畑さんは100年間ね、日本は計量しないと、まあ言ってるようなですね、先ほど言ったような、考えてるですね。まあなかなかこの狂った頭の人ではですね、なかなか理解できないでしょうけれども、別にですね、名目 GDP がですね、1.5 倍になる、1.5 倍の、まあ、750兆円ぐらいですか、750、800兆円になればですね、それに引き上がってですね、税収だって、所得がみんな増えてるわけです。所得税も増えて、法人税収も増えてですね、税収だって、まあ、100兆円近く、いきますと。なんかもう、人口減少で成長しないから税収も増えないみたいな思い込んでますけれども、いやいや、ちゃんと政府支出増やして、名目経済成長すれば、別に税収も増えるでしょということでした。はい。B、こちらですね。人口1億人以上の国で、経済成長は無理だと言ってますね。国で経済成長は無理だということでした。第5に、高い経済成長が実現すれば、GDP と政府負債の比率が GDP の大幅上昇によって下がるという主張は、実際には実現し得ないと。うん、まず、成熟経済においては、画期的な経済成長は国全体では成立し得ないと言ってますね。人口が数百万程度の国ならともかく、1億人以上の国でそれを実現することは不可能だと言ってますけれども、もうこれ思いっきりですね、もう中国はっていう、もうこういう突っ込みしかねえかなという感じで、もう思いっきりフォントもでかくして書きましたね。中国はどうなんだ、まあ、中国は成熟社会じゃないとか、多分そんな言い訳するのかもしれませんけども、まあ、ちなみにですね、人口10億人以上の中国は20年間で11倍にも成長していますと、ことですね。日中の名目 GDP の伸び率を見ていくとですね、1997年の日本と中国のですね、名目 GDP を100としますと、2018年の中国の名目 GDP は1105と、実に11倍にも増えてますと。対する日本は103ですから、わずか 1.03 倍と、こうなってるのがこんな抜かれてても、あっという間にですね、抜かれてしまう。97年。そうですね。2008年の時で400倍ですからね、10年でも。でそっからさらに 2.5 倍増えて、人口過労がね、全然成長してるじゃないかっていう話でした。はい。で、さらに、まあ、じゃあ、もう一つ出しますと、これ、成熟経済のアメリカ。まあ、ここだったらですね、より成熟経済にっていうふうに、言えるんじゃないかなと思うんですが、アメリカも経済成長し、まあ、債務改善ということですね。アメリカの債務対 GDP 比と、名目経済成長率の推移を見ていきますと、これも赤が、債務対 GDP 比なんですね。左の軸です。で、この、折れ線グラフは両方がこの右軸のパーセンテージを表しているんですが、青の方がですね、その名目経済成長率、経済成長率ですね。で、紫の方が、債務対 GDP 比の増加率ですね。これ見ますと、まあ、これもやっぱ日本同様あれですね、不動産バブル期の2005年、2006年の頃にですね、経済成長率を 5% を超えて高かったと。そういった時にはですね、債務対 GDP 比も、まあ、アメリカの債務対 GDP 比も実は改善してますよということでした。はい。で、まあ、近年も2017年、2018年に関しては、アメリカの債務対 GDP 比は全然改善してますよということですね。経済成長が高ければ、改善するということでした。だから、まあ、人口ですね、3億人以上抱えているアメリカであってもですね、成熟経済のアメリカでも、年 5% ほどですね、経済成長していると。別に1億人の国でですね、経済成長しないなんてことは全然ないわけですね。はい、しており、後継時には債務対 GDP 比も改善しているということでした。はい、国の借金が多いと財政出動ができないと。なんかすごい縛りが、ついてますね。アメリカは経済成長は財政のための手段ではなく、経済成長自身の問題として捉え、財政赤字は財政の問題として、財政の枠組みの中で減らすのであると。まあ、なんか増税するみたいな話が出てきたんですね、この前段階。で、なぜなら、経済成長で借金を減らすことは、には限界、限度があり、まあ、債務対 GDP 減ってましたけどね。なんですか、絶対額で減らしたいんですかね、この人は。があり、借金や赤字が多いままでは、次の危機において、大規模な財政出動はできないからであると言ってます。
なんで、まあ、自国通貨建てを、ですね、まあ、発行できる国であればですね、これに対しては、自国通貨建ての国債のですね、発行額が、まあ、多かろうが、次の危機でもですね、別に大規模な財政出動は、まあ、可能ですということでね。なんでできないって言ってるのか、その理由がよく不明なんですけれども、なんですかね、なんか適当なこと言ってるって感じですが、まあおそらくですね、これ、この人は、自国通貨建て国債と、なんか他国通貨建て国債の区別が、まあついてないんじゃないかな。他国通貨建て国債でやっぱり、こう、多いと、財政出動できないみたいなことからですね、そこを、と、多分自国通貨建ての違いがついてないからですね、自国通貨建て国債が増えてもできないんだ、みたいなことを言ってるんでしょうね。別に自国通貨建て国債はもう通貨発行ですから、全然財政出動は次の危機でもしっかりできます。まあ、むしろやんなきゃいけないっていう感じですね。はい。次なんですけれども、こちらですね。年金の支給によってますます支出は増えると言ってます。第6に、今後財政支出の内訳を見れば一目瞭然であるように増える要因ばかりであると。典型的なのは高齢化による年金支出であると。現在の年金支出では不十分という議論もあり、今後も支出が増え続けることは間違いない。まあまあ、間違いないと思うんですが、これに関してはこれですね。すってくわるわい、簡単だろって。すってくわるわい、簡単だろ。あんまりちょっとうまくないですね。バイ、麻生太郎ということです。すいません。ぜひですね、麻生太郎財務大臣の、うまいモノマネを見たいという方はですね、高谷良議員との対談でやってますので、そちらの方もご覧ください。ということでした。まず、簡単だろうということですが、国に通貨発行権があることを知らない小畑氏には、まあ、理解できないでしょうが、まあ、金を吸ってですね、支出するだけです。別に年金支給額増えようがですね、そんなもん金吸って配ればいいじゃないかって、別に少子高齢化だとか言ってるけど、いやいや、別に、すればいいだけですよねって、麻生さんも言ってます。麻生さんも、まあ、こういったこと言ってますから、何の問題もないですよっていうことでした。はい。次なんですけども、日本の財政支出は極端に効率が悪いと、効率が悪いとまで言い始めましたね。日本の場合、感染者数、死亡者数が諸外国に比べて非常に小さく、まあコロナの話になってるんですね。で、一方で大規模な財政支出を行っても一向に景気が上向かなかったことなどを考えると、財政支出の効果は、効果の国際比較としては、極端に効率が悪いということになるというふうに述べてます。まあ、まずはですね、これ反論にしてはですね、まあ、コロナによって、まあ、それだけですね、景気が悪化したんだろうということですね。そしてですね、結局、効率が悪いとか言ってますけど、そしてまあ、それに対応するだけの財政規模がなかった、税出規模ではなかったということですね。それでも足りなかったっていうことですね。まあ、より大規模で行う必要が、まあ、日本の場合あったっていうことですね。大規模で何だったからなんか、まあ効果なかったとか、上向かなかったように思っちゃうっていうことでした。なんで、まあ多分ですね、まあ効率っていうとですね、おそらくまあ定数効果がどうこうっていう話ですけども、まあそれよりもですね、まあ、財政規模をしっかりもっとでかい金庫でやんなきゃいけなかったのかなというふうに、思います。はい。次ですね。日本の政治家は借金返済の意思がないというふうに言っています。このように数多くの理由により、日本の財政問題は困難な状況にあるのだが、だいぶもうボコボコに論破した感じですけども、しかし7つ目の問題は、いや、真の最も致命的な問題、なんだって感じですけど、日本財政の最大の問題は、政治家に借金返済の意思が全くないとしか思えないことに尽きる。うん、返済しなくていいですよっていう感じですね。ゼロにする必要はないですね。はい、図鑑っ子ですからね。日本政治は、まあ、1990年以降一度も借金を減らそうとしたことはあっただろうかということですか。まあ、論破されまくって全く困難ではありませんと。日本国債は借金だと思っているようですが、先ほど言ったように国債は通貨の発行ですと。自国通貨建て国債は通貨の発行ですので、まあ、これを減らしたいということですね。小畑氏はこの通貨をですね、回収したいということですね。まあ、まずですね、小畑さんの、持ってる銀行預金をですね、返せば、国に返せばですね、ちょっとだけですけども、返済できると思うんで、まずご自身から、借金返済をされてみてはいかがでしょうかっていうですね。はい。
次、こちらですね。日本の財政を破綻する以外にありえないとですね、すごい断定ですね。ここまでよく自信満々に言えるなっていう感じですけど、まあ僕は言えますけどね、財政破綻絶対しないって言いますけど、逆にする方でかなりここまで自信満々っていうのはすごいですが。はい、支出は増え続け、歳入を増やす意思がないとなれば、破綻する以外の結果はありえない。通貨発行はやっぱないですね、ここも。だから、日本財政は破綻するのかどうか、振るかどうかではなく、破綻するのがいつなのかということが問題なのだ。うん、まあ、小畑さん生きてる間は大丈夫ですね。はい。これはバブルの構造と同じであるということなんですけど、なんか、バブルみたいにですね、弾けるんですかね、本当に。なんで、まあ、自国通貨建て国債、通貨発行というですね、発行権という概念が全く抜け落ちてるから、まあ、こういうおバカな発想になるんでしょうね。バカダ大学の経済学部主席が出したっけね。はい。になるんでしょうと。まあ、破綻するのは、まあ、それこそですね、100年先じゃねえか。所得が増えないのは100年先じゃなくて、破綻するのは100年先だろうっていう感じですよね。はい。次。ね。ばらまきが大規模であるほど優れた政治家。おお、なんかこれはちょっと正しそうな感じなんですね。これまでは中途半端で思い切りが足りなかったというのが多数派の主張である。あ、僕ら多数派になったんですよ。嬉しいですね。ばらまきが大規模であればあるほど素晴らしく思い切りの良い優れた政治家とみなされる。おお、いいことですね、これは。財務官僚の警告にひるまない強い政治家ほど絶賛されているのである。すげえ嬉しいですね、これは本当に。まあ。この優れた政治家であることは、まあ、これ、今回、初めてこの本当にその通りだなと思ったところですね。デフレ脱却、インフレ 2% 目標の達成に向けてですね、非常にまあ、真摯な政治家だというふうに言えますと。ばらまきこそがですね、思い切った大規模な、財政政策こそがですね、デフレ脱却につながりますからね。と思います。まあ私自身がね、このレバ新選組の山本代表太郎がやっぱ最も買うところ、理由はですね、やっぱここにあるんじゃないかで、非常に規模がでかいということですね。まああとは、維新とは絶対組まないっていうところがですね、非常にいいなというふうに思います。なんかこう、維新と組んじゃうのはちょっとどうかなって思いますね。はい。次なんですけども、こちらですね。財政出動派の有識者は国を滅ぼす戦犯だというふうに言っています。ばらまきの責任は政治家ではなく国民にあると。批判すべきはばらまきを受けて喜んでいる国民だと。何なんだよ。もっと糾弾されるべきは財政出動、減税を霊賛推奨している、有識者、エコノミストたちであると。彼らこそが国を滅ぼす戦犯なのであるということで、はい、私が戦犯です。はい、私が国を滅ぼす永久戦犯です。はい、永久戦犯、上等ですって感じですね。まあ私からすればですね、結局このありもしない財政破綻論を書き立てですね、この25年間のデフレを続けさせて、まあ国民を貧困化させてきた、私もですけれども、まあ、当事者です。その貧困化した当事者ですけれども、まあ、小畑関氏の方が先般ですということですね。まあ、なんかこの見ててですね、なんかこの昔の中野武さん動画見たくですね、こんな中指してこういう動画ありましたけど、こんな、キシマムザホルモンかみたいな感じですけども、こんな感じですね。まあ正直ですね、お前ら財務省はですね、いいゴミ運が、俺はこういう一般国民がですね、金がな、国が何か困ってんだよっていう、そんな感じですね。ちょっと腹立ちましたね、ここの上に関しては。はい。はい。私たちの議論は間違っているそうですと。彼らを糾弾するためには、日銀が国債を買えば大丈夫だ。あ、まあ、これはよく言いますね。国全体のバランスシートは問題ない。これはアンバランスシートの高橋良さんとかよく言うやつですかね。うん、バランスついてないよと。ちゃんと、純資産入れなさいよっていう。純負債入れなさいよってやつですね。で、MMT は有効だという。まあ、有効も何も単なる事実だと思いますけどね。まあ、政策的にはどうかとしても、まあまあ、貨幣としては事実でしょう。で、ここですね。インフレが起きてないから、むしろインフレを起こすために破綻しかねないぐらいの財政出動。まあ、破綻しないんですけどね。といった、類の議論が、いかに間違っているかを書く必要があると。お。だからそれは別の機会にしようということなので、というわけでですね、今後もですね、この陳説を言うですね、頭の悪いゲストとして小畑関さん、非常に期待できますねっていう感じですけれども、
というわけでですね、この次回以降で MMT が無効というですね、万有引力が無効と言ってるのとですね、全く同じようなですね、論説を書かれるようで、まあ非常に期待できるなっていうんですね。あとまあ大規模財政出動しても財政破綻なんか起きませんからねって、財政破綻しかねないぐらいで、いや、しないから大規模財政出動できるんだよっていうことですね。なんかまあ、いろいろ混じって、なんかちょっと正確に捉えられなくなっちゃったみたいですね。はい。で、その後にですね、最後にこんなこと言ってます。突如始まった当たらない競馬コーナーということで、次のページは筆者が週末のレースなどについている競馬コーナーです。ギャンということですね。で、競馬コーナーがですね、この文章の中で始まるですね、なかなかこの斬新なですね、今、経済論文だったなと思います。まあ、この当時はですね、10月の中旬ですので、まあ、秋華賞だったんですね。で、秋華賞の方、ギャンブルを超え、秋華賞の方は、ソダシ。まあ、ソダシっていうですね、今、この白毛のアイドルホース、桜花賞馬がいるんですけれども、しかし、まあ、この、しかし、私の予想は近年はことごとく外れると、もはや、おばたの呪いかとは、凄まじいものがあるとですね、もう自分で自らですね、自称しちゃってるっていうことで、まあ、財政だけでなくですね、競馬予想も外れまくっている、外れてばかりのおばたさんでしたっていうことですね。この秋華賞もですけどね、ソダシは一番人気でしたけど、思いっきり負けてしまいましたと、惨敗してしまいましたって、そうですね、本当におばたの呪いでしたね。で、まあ、ソダシという馬はですね、次の次走はダートのチャンピオンズカップに、初めてダート挑戦するみたいですが、このレースに関しては私の方面は、帝王ケインズですということで、くしくもですね、こういうですね、ケインズ、帝王ケインズというですね、こういう名前の馬がですね、まあ、G1 に出るので、この馬の春のグランプリも、帝王賞を勝って、まあ、勝ってる馬ですから、G1 馬ですから、まあ、次のチャンピオンズカップもちょっと巻き返して期待したいなということでですね。こんな感じで経済も、競馬もです。経済財政もですね。競馬も、ケインズが勝ちますということで、ケインズが正しい。ケインズが正義ということで、競馬とうまく結びつけて終わりたいなと思います。だけど最後にまとめなんですけれども、小畑関氏への反論のまとめということで、国の借金は他国でも松尾が見た通りですね。なんか日本だけ非常に増えてるっていう、いや、世界中増えてるよっていうことでした。二つ目が、日本全体の所得も上げられると。100年間日本全体の所得が上げられないというですね、すんごい親切言ってましたけれども、いや、別に政府が財政出動すれば、来年でも所得が上がるから、全体的にも所得が上がるから、っていうことでした。三つ目、好景気だと政府負債は減るということですね。なんか政府は借金が減らないって言ってますけれども、だから政府負債をですね、減らしてあげればもう、まあバブルは良くないですけど、バブルが元景気になればですね、必然に借金減るんだよってちゃんとデータ見てくださいねという話でした。というわけで、まあ、最後にですね、国を滅ぼす戦犯はですね、こうした小畑関氏の方ということで、まあ、戦犯にしてはちょっと小物かなという感じはするんですが、まあ、こういったことを言っている人こそがですね、まさしく国を滅ぼしてずっとデフレを長引かせているわけですから、私たちこそがですね、国を変える、財政出動派こそが国を変えるんだということで、今後もですね、この戦犯たちをですね、しっかりですね、東京裁判というか、東京裁判的にですね、財政裁判でしっかりですね、打倒緊縮財政のこのここで裁いてまいりたいというふうに思いますので、次回以降も引き続きですね、打倒緊縮財政の私のコーナーを、ご視聴いただければなというふうに思います。ではどうも本日は、ご視聴いただきましてありがとうございました。注意項もお願いします。失礼します。なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのか。なぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのか。なぜ先進国の中で唯一成長していないのか。実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。